果にもかかわらず、盛り上げようという感じで、来ていただきました聖火女子高校の皆さんです。大きな拍手を。楽しいステージになると思うので、最後まで楽しんで、帰ってください。よろしくお願いします。それでは先生お願いします。はい、聖火女子高校吹奏楽部です。はい、先ほどもありましたけども、先週残念ながら台風で延期になった住吉祭りなんですけども、まあ、今日本当に無事にですね、こうして皆さんの前で演奏できてですね、本当に良かったです。今日はですね、また皆さんに楽しめる曲をたくさんご準備させていただきました。ぜひですね、手拍子そして掛け声も大歓迎ですので、皆さんで楽しんでいただければと思います。本日はどうぞよろしくお願いいたします。先ほどお送りした曲はオールディーズのメドレーでした。では2曲目ですね、続きまして、聖火の18番をお届けしたいと思います。風になりたいです。それではお聴きください。
ました。メッセージ皆さんに届いておりましたでしょうか。どうもありがとうございます。はい、では、続いての曲に移る前にですね、本日9月の29日もしこの中でお誕生日の方がいらっしゃいましたらぜひ教えていただきたいんですけども、後ろの席の皆様もぜひ今日お誕生日の方はいらっしゃいますでしょうか。あ、いないですかね。はい、あ、ちょっと残念ながらいないみたいですね。ではですね、明日30日もしくは、1日前の28日がお誕生日だった方はいらっしゃいますでしょうか。あら、いないですね。あ、ちょっとプレゼントを ご用意させていただいたんですが、あ、いらっしゃいました。ありがとうございます。はい、お兄様がお誕生日ということですね。はい、明日でしょうか。あ、昨日ですか。あ、明日。はい、おめでとうございます。はい、もう一方ぐらいいらっしゃいませんかね。他にいないですか。いないですね。では今日はちょっと贅沢にですね、ちょっとお兄様のためにハッピーバースデーの歌をお届けしたいと思います。あ、すいません、お兄さんちょっと前の方、ちょっとマイクがですね届かなくてですね、少し前の方に、すみません。あ、この辺りで大丈夫ですので、すみません、ご協力ありがとうございます。はい、それではハッピーバースデーです。お聴きください。Happy birthday to you.
とうございます、はい、ぜひ良い1年になりますようにおめでとうございました、はい、すみませんご協力ありがとうございました、はい、ではちょっとまた続いての曲に移りたいと思います。続きましては小さなお子様もすごくたくさん来てくださってますけども、お子様にちょっと楽しんでいただける曲をお届けしたいと思います。2曲続けてお届けします。1曲目が、ディズニーでおなじみの小さな世界、そして2曲目に、ドラえもんのですね、星野源さんのドラえもんをお届けしたいと思います。それではお聴きください。パネルね、はい、楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとうございます、はい、
では、また次もですね2曲続けてお届けします。次はちょっと先ほどの曲と一転しました、一転しまして、清のずんどこ節、そして2曲目に昭和アイドルメドレーをお届けしたいと思います。はい、ちょっと前に出てもらってますけども、本日の歌姫ゆいちゃんです。皆さんちょっと大きな拍手をお願いいたします。ゆいちゃんです。で、いつもはですねこのキヨシとこう掛け声いただいているところなんですけども、まあ、今日はちょっとせっかくですのでゆいちゃんでちょっとお願いしたいと思います。ぜひですね皆様の声で元気いっぱい歌えると思いますので、掛け声の方どうぞよろしくお願いいたします。それでは お楽しみください。
もありがとうございました、はい、掛け声もすごく元気に言ってくださった方がいてですね、本当にありがとうございました、はい、では、まだまだ続きます、続いてはですね3曲続けてお届けしたいと思います。ちょっと元気の出る曲を3曲ご準備しました。まず1曲目に勇気 100%、 そして2曲目にジンギスカン、そして最後にですね学園天国、この3曲を続けてお届けします、2曲目のジンギスカンはですねすごくコミカルなダンスを準備しておりますので、ぜひ一緒に踊っていただけたら嬉しいです。それでは楽しんでお聴きください。
はい、生徒たちみんな元気のあるダンスでですね、一生懸命、先輩に怒られながらも足上げて手上げてってすごく頑張って練習しておりました。ありがとうございます。はい、では、次がですね、いよいよプログラム最後となりました。また2曲ちょっと続けてお届けしたいと思います。1曲目がちびまる子ちゃんからですね、踊るポンポコリン、そして最後にお届けするのが男の勲章です。こちらも、可愛いダンスに注目してぜひお聴きください。本日はどうもありがとうございました。聖火女子高等学校の皆さんに大きな拍手を。ありがとうございました。先生、ちなみにアンコールとかないんですか？ねえ、皆さん聞きたかったよね。アンコール聞きたいです。今日の曲の中から何かリクエストがありましたらもう一回やりますけども、誕生日以外やったらよかったよね。あそこまで出ていくんかと思いましたよね。すみません、ちょっとマイクの関係でいろいろご迷惑をおかけします。すみません。はい、じゃあ何がいいでしょうか。ねえ、何が良かったですかね。何かあれば。何が良かったですか。ジンギスカン違う。あ、ジンギスカン。では、じゃあダンサーちょっともう一回。大丈夫、ごめんね、ごめんね、予定外で。筋肉痛になってもいいかな、今日は。はい、じゃあぜひ皆さん、一緒にね、踊っていただければと思います。先輩、皆さんで楽しんでいきましょう。はい、すいません、では最後にジンギスカンをお届けします。イエーイ、無茶振りしすぎた。ダンサーちょっとお待ちくださいね。
拍手を。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。